それでは、ただいまから菅内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。お願いいたします。参議院選挙終わりまして、今日から臨時国会が始まりました。この機会に私の方からこれまでの参議院の結果、さらには政権交代から約1年間を振り返りながら、今後菅政権として取り組んでいこうとしているその方向について、国民の皆さんにぜひお話を聞いていただきたい、そういう思いでこの記者会見をセットさせていただきました。まず先の参議院選挙でご支援をいただいた多くの国民の皆さんに心からお礼を申し上げます。民主党として参議院選挙の結果はかなり厳しいものでありました。私の唐突と受け止められた消費税発言が大きく影響したものと思って反省をいたしております。しかし同時に、財政再建という課題は、これはどなたが総理大臣であろうが、どの政党が政権を担当しようが、避けて通れない大きな課題でありますので、私もこれからも財政再建についてしっかりと取り組んでいきたい、改めてその決意を申し上げておきたいと思います。政権交代から約1年が経過をいたしました。この1年で日本の政治は大きく変わりました。例えば私が14年前厚生大臣をやった頃の閣議は、もうほとんどの発言は事前に文章になっていて、各大臣がその文章を読み上げることで閣議閣僚懇が終了し、30分程度で終わるのが常でありました。しかし今の閣議は、閣僚同士がカンカンガクガクの議論を交わすこともしばしばあり、時間が1時間を超えることもまれではありません。そしてその中で実質的な内閣の方針が決まっているわけであります。また各省庁の在り方も大きく変わりました。かつては一人の大臣の周りに事務次官以下の多くの官僚がその大臣を取り囲んで、すべてのお膳立てをした上で最終的な判断を大臣にお願いするという形でありました。現在の各省庁は大臣だけでなく、副大臣、政務官という政務三役のチームがその省の運営のリーダーシップを取っているわけであります。その上で専門的な知識経験を有する官僚の皆さんとのある意味での協力関係も次第にそれぞれの省庁で定着をしてきております。さらに私の内閣になって改めて成長政策調査会を復活をさせ、そして政調会長にお願いをした現場さんに、内閣の一員大臣にもなっていただきました。これは以前から私が構想として温めていた形でありまして、このことによって縦割りの役所の政策に対して国民の声を直接聞く党の意見を持って、それに対して内閣との間での政策調整を行う、党と内閣の間での政策調整を政調会長に行っていただく、このことがスタートをしているところであります。そういった意味で官房長官に内閣の中での政策調整、党と内閣の間は政調会長、その上に総理大臣である私が位置することによって、最終的な政策判断は私の責任で行わせていただく、そういう体制がすでに動き出しているところであります。また国家戦略室については、総理に直接意見具申をするシンクタンクとしての機能を強化をしていただきました。これは各省庁が総理大臣にいろいろな意見や情報を
挙げてくるときには、どうしてもその役所がやりたいことに沿った情報で、それと矛盾する情報はなかなか上がってきません。そういったことに対して、縦割りの役所とは違う立場から、総理大臣として知っておくべきこと、考えなければならないことを、国家戦略室に、しっかりと収集し、総理に伝達していただく、より重要な仕事をお願いをしていると、このように考えております。さて、いよいよ本格的な予算編成の時期に差し掛かってまいりました。昨年は9月の政権交代、12月の予算編成でありましたので、大変時間的に制約がありましたが、今回はそういう意味では、初めての本格的予算編成といっても、民主党にとってはそう言えると思います。まずこの予算編成でやらなければならないことは、無駄の削減、その実行であります。この間、国民注視の下で行われた事業仕分けが大きな効果を発揮をしておりますが、さらに特別会計を含む事業仕分けにしっかりと取り組んでいただきたいと、このように思っております。加えて、国会議員自身が身を切ることも必要だと思います。衆議院の定数を80、参議院の定数を40削減するという、この方針に沿って、8月中に党内の意見を取りまとめてほしい、そして12月までには与野党で合意を図ってもらいたい、今日朝、枝野幹事長と参議院の会長、輿石さんにそのことを指示をさせていただきました。そして、予算編成では、雇用と成長を重視をしていきたいと思います。先日、都内で事業所が行っている保育園を視察をしてまいりました。会社勤めの方が会社のそばにある保育園に預けられるのは大変ありがたいけれども、本当は地域の中にそういうものがあって、会社が遅くなっても最後まで預かってもらえるところがあれば、本当はその方が望ましい、こういう意見をお母さん方から聞きました。また働いておられる保育士さんからは、パートのような形で短い時間でも働きたいんだけれども、どうしても長時間の勤務だけの採用では、働ける人が少なくなる、このような声も聞きました。こういうニーズをしっかりとまとめて、制度化しとれば、働いているお母さん方にとっても、2人3人という子どもさんを育てながら仕事ができますし、また、多くの資格を持って働いておられない保育士の皆さんにも、雇用の機会が拡大します。つまりは雇用が拡大し、経済の成長にも資すると同時に、子育て、広い意味での社会保障の充実にもつながってくるわけであります。同時に、若い人たちの雇用の拡大、また介護や医療の分野のイノベーション、そして環境の問題、こういった分野にも雇用の機会を多く見出すことができると思います。さらには、今、大きなスピードで発展しているアジアの国々の成長を、インフラの工事などのお手伝いなどを含めてですね、日本の成長につなげるための政策努力も全力を挙げてやっていきたい、このように考えているところであります。さらには、地方の疲弊というものが多く言われております。私は林業を再生することで、地方における雇用の拡大につなげていきたい、この数年間、林業の現場を数多く見てまいりました。今、日本の国土の7割は山に覆われておりますけれども、実は日本で使われている材木の8割までもが外国からの輸入である、この現実をご存知の方は、そう多くないんじゃないでしょうか。
なぜこんなことになっているのか、それは山の中にハーベスターといった機械を入れるための作業道がないために、私の見たドイツに比べて効率が10分の1から20分の1というそういう効率しか林業が効率が上がっていないからであります。こういった地域に作業道を作ることは、地方において少なくなっている公共事業にある意味では変わる事業転換にもつながりますし、また林業が再生されれば直接的な雇用だけではなく、そこで伐採された材木を加工するといったそういう仕事も発生して、地方に地域に雇用が生まれることになるわけであります。こういった中で今回の予算編成では、元気な日本を復活する特別枠というものを設けることにいたしました。そして同時に政策コンテストも行うことにいたしました。つまりは国民の皆さんにいろいろな提案のある政策を提示をして、どの政策が最も国民の皆さんにとって望ましいと思われますかと、そういった形での国民に開かれた政策決定、予算決定をトライしてみたい、このように考えているところであります。さて、いよいよ今日から始まりました国会、参議院における与野党逆転、いわゆるねじれ国会としてスタートいたしました。私はこのねじれ国会というのをマイナスとしてばかり捉えるのではなくて、与野党が合意しなければ法案が通らない、政策が実行できないということは、逆に言えば与野党が合意する政策はかなり困難を伴う政策であっても、その実行が可能になると前向きに受け止めたいと思っております。1998年、当時自民党が参議院で過半数を失いねじれ国会となりました。その時には長銀日債銀が破綻寸前の金融国会と言われた時であります。当時の野党であった民主党は、そうした事態にあたって銀行の一時国有化を含む金融再生法を提案をいたしました。それに対して当時の小渕総理はそれを丸呑みする、その形で法案を成立させ、日本初金融恐慌をストップさせることができたわけであります。当時私は民主党の代表でありました。そうした国難においては、政局よりも国民のまさに生活こそが重視されなければならない、こういう思いで、政局を重視するのではなく、そうした国難を回避することに念頭、それを頭に入れて行動したつもりであります。どうか野党の皆さんにもお願いをしたいと思います。今日本が置かれている長期の経済の低迷、そして膨大な財政赤字、そして不安な社会保障の現状、いずれもそうした金融危機に勝るとも劣らない大変な国難ともいえる状況であります。どうか野党の皆さんにも国民のために役立つ政策であれば、私たちも真摯に耳を傾け、謙虚にお話を聞いて、そして合意ができたものはしっかりと取り組んでいきたい、このように考えているところであります。最後に、総理大臣に就任した直後の記者会見で、最小不幸社会という言葉を申し上げ、政治の役割はそこにあるということを申し上げました。つまり幸福には個人個人いろいろな形があるから、これがあなたの幸福ですよと押し付けることを政治が行うべきではない。しかし不幸になる原因、貧困とかあるいは暴力とか、そういうものから人々を守っていくこと、
そのことが政治の役目であろうと、このことを申し上げたところであります。近年、多くの人々が家族や地域や、場合によっては職場の仲間といったそういうつながりが薄れて、孤立化し、幸せを感じることができない生活を送っておられます。そういう人たちだけが自由だとか、そういう社会であってはなりません。そういった意味で私は、すべての人々が居場所がある、出番のある社会を目指していきたい、このように考えております。そして、20年にもわたる日本の経済を含む低迷、閉塞感、これを打ち破るために、私自身、自分の持っているすべての力を発揮して、新しい日本の建設のために全力を挙げてまいりたい、このように考えております。どうか国民の皆さんのご理解とご支援を心からお願い申し上げ、記者会見冒頭のご挨拶とさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。それでは質疑に移ります。私の方から指名いたしますので、指名されたらまず所属とお名前を名乗っていただいてから質問を行ってください。質問は簡潔にお願いいたします。それでは質問のある方、挙手を。じゃあ藤田さん。これ日本経済新聞の藤田です。昨日の民主党の両院議員総会で9月に予定される民主党代表選に出馬される意向を示されましたが、改めて再選に向けての総理の意欲をお伺いしたいと思います。その際に何を掲げて国民や党員に再選を訴えるのか、再選された場合は内閣改造と役員人事を行う考えはあるのか、お伝えください。まあ、今冒頭申し上げたこの内閣として取り組んでいきたい、そのことをですね、実行するためには9月においても党員の皆さんの支持をいただければですね、代表としてあるいは総理として今日申し上げたことを取り組んでいきたい、このように思っております。人事等についてはまだ今国会が始まったばかりでありまして、この国会で全力を挙げて私たちのやるべきことを国民の皆さんに伝え、そしてそれの理解をいただくことに専念をして、まずは参りたいと、このように思っております。では次の質問を受けます。じゃあこちらの松山さん。民主党の松山です。国会対応についてお伺いします。先ほど、臨時国会で与野党の合意ができれば実現、政策が実現可能だということをおっしゃいましたが、具体的にどうやってその野党の協力取り付けということを進めていくお考えか、それから総理は最近この間ですね、消費税税率引き上げに向けて衆議院を解散して国民の信を問うこともあるというふうにおっしゃってましたけれども、そういった重要政策の実現を図るために衆議院の解散あるいは国会が公職状態になっていた場合にご自身の信頼とか、こういったような事態も想定されていますね。まずねじれ国会への対応は先ほども申し上げましたけれども、やはり、丁寧な国会での審議、あるいは議論がまず大前提だと思っております。その中で、野党の皆さんがすべて反対されれば、もちろん法案は通らないわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように、野党の皆さんもやはり、国民の皆さんのことを考えて行動されると思いますので、私は合意できる部分は必ず生まれてくると、このように思っております。解散といったことについては、全く考えておりません。それでは次の質問を受けたいと思います。それじゃあ、山口さん。NHK の山口です。ねじれ国会の対応についてお伺いします。財政再建などですね、国が変える大きな問題については、自民党などとも一緒にできるというのは分かるんですけれども、子ども手当ですとか、農家の特別所得補償といった、その野党側の解決法案については、どのように
対応していくのか。まあ、基本的には今申し上げたことと同じです。子ども手当について、これから1万3000円の上乗せのところを、どういう形で行うかという議論をしなければなりませんが、例えばこの法案は成立の時点では、公明党の皆さんにも賛成をいただいております。そういった経緯も含めながらですね、他の野党の皆さんの中で、どういう形であれば、ある意味で前向きな結論が得て、賛成をいただけるのか、一つ一つの案件ごとに、丁寧に説明をし、議論していきたいと、こう思ってます。では次の質問を受けたいと思います。後ろの方で、じゃあ、後ろ、奈良尾さん。ニコニコ動画の七尾です。総理にお願いがございます。国民から質問が来ております。お答えいただけますでしょうか。どうぞあなたの質問としてしてください。国民の質問を代読いたします。8月6日の広島の平和記念式典にルース駐日米大使、また9日長崎で行われる式典にもイギリスの政府関係者が共に初めて出席する見通しとなっております。こうした機会を通して、総理ご自身が核なき世界に保護するメッセージなどを世界に向けて発信するお考えはありますでしょうか。6日の広島、9日の長崎の式典にも私も出席を予定いたしております。ルース米大使が出席をされることは、私は歓迎をいたしております。日本国民の二度と核による被害をもたらさないでほしいという思いをですね、受け止めていただく大変いい機会になると、こう思っております。またその中で私からも、挨拶をすることになっておりまして、今おっしゃったような中身についてもですね、ぜひ盛り込んでいきたいと、このように考えております。それでは次の質問を受けたいと思います。じゃあ、すごい西山さん。朝日新聞の西山と申します。小沢一郎前幹事長についてお尋ねします。総理、昨日の両院議員総会で、全員野球で国民の声を踏まえた政策実現に邁進するというふうにおっしゃいました。これは党内でですね、大きな影響力を持っている小沢さんも含めてですね、それぞれの党の役職に入ってもらうことを前提に、代表選の中でも協力を求めていくというようなことはあるのかどうか、そしてその以前、静かにしてしばらくしていただきたいとおっしゃっていましたが、相変わらず静かにしていていただきたいのか、そろそろ表に出て協力をしてもらいたいということなのか、その点をお尋ねしたいと思います。先ほども申し上げましたように、今日から国会が始まりまして、まず私がやらなければならないことは、この国会を通して、国民の皆さんに政権として取り組むべきことをしっかりとお伝えすることだと思っております。党内が一致結束してというのは、もちろん一般的でもありますけれども、9月に代表選が予定されておりますので、その後のことまでですね、今の段階で、こうしたい、ああしたいというのは、ちょっと早すぎるんではないかと、こう思います。それでは次の質問、外国プレスの方から受けた、じゃあ、もう少し大きな声で。高速鉄道などの技術を海外に売ることを政府が支援することによって、いわゆる輸出関係なが再建されれば、とおっしゃっていました。総理の考えでは、今後日本が海外で成功するだろうと思われる、プロジェクト、とは、どういったものでしょうか。また、総理が、最も重要視し、自ら訪問しようと言われる思われる
国を3つ挙げてください。我が国はもともと省エネ、クリーンエネルギーについては高い技術を持っております。また今、発展の速度の速い、例えばインドとかベトナムとか、場合によっては中国といった国も、インフラの整備という点では、日本に比べてまだ遅れている。日本にはそうしたインフラ整備の能力が高い企業があります。そういった意味で、グリーンな環境の分野、そしてそういう社会インフラ、もちろん原子力発電所、さらには新幹線といったものも含めてですね、そういう技術をある意味では提供することによって、我が国の成長にもつなげていくことができると考えております。今特に考えている国をと言われましたが、たくさんの国がありますが、中国が一番注目されておりますが、インドとかあるいはベトナムとか、そういった国々も大変大きな可能性を持っていると、このように受け止めております。それでは次の質問をこちら側サイドで。じゃあ平田さん、内部新聞で先ほどの通り、財政赤字であるとか、社会保障というものを挙げて、野党に協力を求めるといった発言をされたかと思うんですが、どのような形で、例えば社会保障、教育に関しての、その全、党が一度に対したような場を設けるようなことをお考えなのか、またもう一つは来年度の予算編成に向けて、その予算編成作業の中でも、野党に協力を求めていく必要があるのか。この辺の考えを先ほども申し上げましたが、まずは我が党の考え方をまとめていただくと、そのことを政調を中心にお願いをし、その上でそうした超党派の話し合いという場がですね、可能であるのかどうか検討していきたいと、こう思っています。それでは次の質問を受けたいと思います。真ん中後ろ、じゃあ佐藤さん、出してください。佐藤さん。週刊朝日の佐藤です。今日の両院議員総会で、総理は相当暗い時期にですね、若い優秀な皆さんが中心になった政権に順次引き継いでいくことがあるので、私の次の役目だとおっしゃいました。この相当暗い時期というのはどうなっているのか、国政を停滞させないということを最優先に考えるですね、遠くない時期というよりは、直ちに国を引かれてですね、新しいリーダーのもとで再スタートを切るという選択肢ですね、可能性としてはありえたと思いますし、またそうすればですね、これほどに厳しい批判を浴びることはなかったかもしれないとも思います。次にバトンを託すまでに厳しいなんですか、厳しい批判をこれほどに浴びることはなかったのじゃないかとも思います。次にバトンをあえてその厳しい道を選んだ総理ですね、次にバトンを託すまでに、特にどの課題について、いつまでにどう導き続けることを、ご自身の政治的使命と考えていらっしゃるのか、今一度改めてお願いします。昨日の今、ご指摘のあった話の多分前後にですね、私が30年前初当選して以来、あるいは34年前に初出馬して以来ですね、まずは政権交代可能な野党を作って、そしてその野党を選挙で政権交代をさせて政権を担当したい、それが私の政治を受ける夢だったと、そういう意味では昨年の政権交代実現によってですね、私の政治家としての夢は達成されたということを申し上げました。その上で、鳩山政権が安定的に4年間、5年間続いていくことを望んで、私も不十分ながら精一杯協力をしてきたということも申し上げました。そういう中で、鳩山総理が辞任をされ、この時期に私がこういう形で後の総理を拝命するとは、予想を超えた状況でありました。そのことも申し上げました。
つまりは次の世代がどんどん育ってきてくれていると思っておりますが、この民主党政権がまだ誕生して9ヶ月の段階でですね、私が、いろいろ私も考えましたが、そうした責任を投げ出したときに、そのことによる次の世代にきちんと政権が受け渡しきれるかということも、当然考えなければならないと思いました。そういう意味を含めてですね、ここは大変なご批判をいただくことは予想はしておりましたけれども、やはり、しっかりした政権運営を少なくとも何年間かは続けた中で、その次の段階で、次の世代の皆さんが受け継いでいただければ ありがたいと、そういう趣旨で申し上げたところです。それでは次の質問を受けます。でそちらの五十嵐さん。新聞の五十嵐と申します。消費税についてもう少しお伺いしたいと思います。総理は冒頭の発言でも財政体系は避けてこれらを考えられるとおっしゃいました。また党内の意見の調整を待ってから改めて提出をお伺い示しましたけれども、今度の9月の代表選で再選を目指すにあたって、改めてその消費税の抜本税制の抜本改革を提起されるお考えでもあるでしょうか。先ほど来申し上げておりますように、財政の再建という課題は、どなたが政権を担当されるにしても、今の日本においては避けて通れない課題だと思っております。ただ、消費税という形でですね、私が申し上げたことが、唐突に受け止められたというふうに、反省をしているわけです。ですから何か代表選で、そのこと自体をですね、この約束にするといったような、そういう扱いをすることは考えておりません。それでは次の質問を受けたいと思います。じゃあ真ん中、上杉さん。フリーランスの上杉です。98年の金融国会のことに関して先ほど総理は言及されましたが、当時まさに小渕総理と菅代表で国内に当たるということで、金融国会夏休みも返上で確かやったと記憶していますが、で今回同じようなこの危機に際して夏休み返上とはいかず、非常に短い期間の国会ということで閉じてしまいます。でこの時にですね、まずなぜ国会を早めに閉じるのか、そして与野党ともに与野党協議非公式でも構いませんが、そういうことをこの夏休み中にやるのかどうかということをお聞かせください。98年当時のことは上杉さんもよくご存じだと思いますが、ここにいる仙石さんや古川さんやみんながですね、いろいろ外国の事例を勉強して、法案をまとめて、提出をしたわけであります。まさにあの時は、金融危機で、いつ銀行が破綻するかわからないという状況の中で、私たちもそういう危機感を持ってですね、それぞれの皆さんが頑張っていただきました。もちろん現在の状況も先ほど申し上げたように大きな意味ではですね、大変日本の危機的な状況とも言えるわけですけれども、金融危機のように本当に1日とか何日というですね、そういうものとは少し性格が違うだろうとこう思っております。ですからしっかり取り組みたいとは思いますが、そういったある意味での段取りについては、特に政調会が再スタートしましたので、そういう皆さんにまずは検討いただいているところです。それでは次の質問を受けます。こちらで、じゃあそこの秋元さん。フジテレビの秋元由里と申します。防衛白書についてお伺いしたんですけれども、竹島の記述があるので韓国に配慮して核兵器報告を先送りしたというふうに伝えられていますが、
9月以降に出すとしましても、その同じ竹島の記述が盛り込まれるのであれば、記録にする意味はあるのでしょうか。そしてもう一点なんですが、日韓併合100年で勝利談話を出すというふうに検討されているというふうに伝えられているんですが、具体的にそれはどのような談話なんでしょうか。まず防衛白書について、韓国の哨戒艦の沈没事件、そしてこれをめぐって、私も出席した G7 でのいろいろなやり取り、さらには国連における議長声明等、大変安全保障上重要な事案がこの間に発生をいたしました。そういったことをきちんと盛り込むようにと、私から申し上げたところです。それによって発行がやや遅れることになりましたが、理由は今申し上げたとおりであります。また、日韓併合100年を今年迎えるわけですけれども、これに対してどういった形で対応するのか、例年、8月15日には終戦記念日の中でもいろいろな関係に触れていることもありますけれども、慎重に検討していきたいと、こう考えております。予定の時刻が迫ってきております。最後の質問を受けたいと思います。じゃあ、一番執行、荒木さん。中国新聞の荒木と申します。艦内閣の政策についてお伺いします。総理は参院選挙の前に、税制改革に強い意欲を示されましたが、選挙で大敗して何を最重点にするのか、ちょっと見にくくなっていると思います。一内閣一テーマという言葉もあるかと思うんですけど、艦内閣として必ずこれだけは実現したい。冒頭の挨拶の中でそのことを申し上げたつもりです。多少一般的な言い方で言えば、この20年間のこの閉塞状態を打ち破りたいと、そして具体的な政策で言えば、雇用と経済成長を重視して、そういう政策を展開したい、それによって、20年間の閉塞を打ち破る、それは経済的な面もそうですが、同時に人々が孤立して幸せを感じられないような、そういう状況からも脱却をしていきたい、こういうことを実現していきたいと考えております。予定の時刻が来ましたので、これで閉じたいと思います。ご協力ありがとうございました。どうも。